最近のその、ブームの一環に自分の好きじゃないことの中に突入するっていうのが一個と、もう一個、うんと、そういう、こう、初心者なのに行ってみるみたいなのはあるから、ランベースみたいに行ったのも俺の中では、まあまあいい経験ではあるんだ。そういうとこなんだっていうのが分かった。いい経験ではあるんだ。だけど、あ難しいなと思ったのは、まあ、草野球ってさ、やっぱさ、普及人数がすごいな、かすごいから、 草野球の中に別にさ40歳ぐらいで今日初めてやる人がいてもおかしくないじゃん。外山持ってるかる。あいつ野球やったことないんだって言ってる人がい,いるケースって結構想像できるじゃん。でもね、ランベースそれがほぼいないね。結局、そんな感じの人はそんなちゃんとした施設なくて走り始めるもんだなっていうのをね、すげえ思ったね。あとね、走りかんねこの後また、またね、昨日大変なことになってくんで、一回じゃあ CM を。

それで、その、ジョギング、ね、公共周り、回る、ジョギング。で、まあ、ここ、今年入ってからぐらいかな、まあまあ走るようになって、この番組終わった後走ったりとか、まあするんですけどね。で、一応、走ることよりも、ごめんなさいね、ギアが好きだから、その、ペースを調整する iPhone のアプリだとか、あと心拍数を測るメーカーみたいなの、まあ大好きなんですよ。 で、それをつけながら、毎回5キロこうって走ると、一番最初走った時が、40分くらいかかって、ね。俺の基本的な目標は、あの、あいつに負けないとかよくライバル作るといいって言うじゃないですか。そうするとね、こう番組終わってうだうだした明け方の5時とか、こう行きますとね、ウォーキングをしてるじじいがいるんですよ。 あれに抜かれないっていう、それが大体目標ですか大体僕はそのウォーキングしてる GG ジジの後ろのストリップ、スリップストリームに入りますから、それにスッと入りまして、風向きが良くなったところで、テてレてレてレンつって、ファンファーンつって行きますから、GG <laughs> の前のところで、それぐらいのスピード時速40、40分っていうの5キロ40分っていうのはそんぐらいで。 まあ、1キロ8分っていう、スコットランド兵よりかなり遅いっていう状況ですから、もう、僕なぜかスコットランド兵のスピードって大好きなんで、スコットランド兵は更新して、あんなに足を高く上げて、その、キットカットの CM 通りで更新してても、あの、俺より、俺のランよりも、まあ、速い。で、それを走っていくうちにちょっとずつタイムが縮まってきたりとか、その耳でペースメーカーの人が、 最近のやつは、昨日のお礼を目標にしてくれるのよ。昨日のお礼より今どれぐらいリードしてますよみたいなことを言ってくれたり、今平均スピードはこれぐらいみたいなことを言ってくれるから、それに合わせてこう走ってるうちに、えー、40分が38分になり、37分になり、で、この間そのランベースに行った時が、35分50秒ぐらいが出て、で、それもさ、要は知ってる人が、 いるから、あの、あんまり遅えと恥ずかしいみたいなパワーで結構ヘッドヘッドになって、やっと35分台っていう。で、まあ、これ走った、走、自分のタイムがある程度分かってる人からいたら、い、俺の遅さたるや、もうないですよ。ね。途中お堀に13回怒ってますからね。それでのタたム <laughs> じゃあ早えよ。じゃあむしろ早えよ。道、道間違って日本に行ってますから、一度。で、その、あのー、感じで、行ってて。で、自分、 だけで走る限界みたいなのもちょっと出てきてきで、たまたまゴー君とこの前に座ってる星の渡辺君と僕といるときに、なんか、あの、せっかくその嫌いなことだとかブチブチ言いながらいろんなことやんなら、ちょっともう、もう、ちょっと調子乗って、いろんなことしてみようみたいな話になって、駅伝にエントリーしてやろうって話になって。<laughs> したら皇居を、公共駅伝って結構やってんのよ。ちゃんとした大会の。 駅伝をやってて、チーム、三人のチームでエントリーして、三周っていう駅伝の大会があります。それにあれ、ちょっと飲んでたんだよね。軽く飲んでたんだよ。それでそうエントリーしようって話になって。で、汚いのは、この高生の渡辺くんだって、運動した方がいい体型なんですよ。ね。医者からいろんなことを言われてる人ですよ、この人も。だから、この人走ったっていいんですけど、あの、日曜日は、 あの、月曜日のこの、伊集院ら深夜のバカ力間なんかよりも全然僕が力を入れている爆笑問題日曜サンデーの構成をやってますんで、その日曜日の大会には出れませんって言うわけ。んで、誰か一人、もう一人入れて参加した方が面白いみたいな。なんかいつの間にかまた監督みたいになってるこいつ。ね。こいつ、小出監督みたいな感じに。 なってるわけ。もうヒゲの全く生えてない小出監督。もしくはス、スポーツに全く詳しくない小出監督っていう感じ。Q ちゃんと全くネットワークのない小出監督ってお前、さては小出監督じゃねえな。全然。ねえ、その、マラソン経験のない小出監督だ。お前、ただ、おっさんじゃんかよ、別に。小出監督の要素全然ねえもん、ね。小出という字を3文字変えて1文字足して渡辺だろ、お前。何にも変わってねえよ、それ。何にも。 ヒゲ生やせよ、まず。<laughs> とりあえずヒゲぐらい生やすの礼儀だろ、お前。で、その、えー、で、誰を入れようか、みたいな。したら、繰り上げスタートの基準はあるわけですよ。場所選挙でその、えっ、ー、と、公共をずっとその、走ってるわけいかないから。そしたら、一人目が終わった時点で40分。 40分経っちゃうとタスキが繋がんないで繰り上げスタートになります。で、二人目の段階で今度は80分で繰り上げスタートになります、みたいな話だから。まあ、一人はゴーちゃんで、ゴーちゃんはその時、なんだかんだで26、7分ではまあ走れるから、26、7分で走ってくれれば、ここに、まあ、えー、1 40分ってことは13分、13、4分余裕ができるじゃん。ほいで、その二人目もゴーちゃんぐらい速いやつ走ってくれれば、その、 倍の、もう余裕があるから、もう26分余裕があって、で、最後ゴールの40分足しても、66分でしょ途中ランチ入れても、<laughs> <laughs> ただ、厨房にす、す、あの、すっと注文が通ってないとね、注文忘れてましたのパターンあるじゃしばらく待ってて、<laughs> すいません、なんつって今作ってますってなっちゃった時に、ちょっとまあ、それは俺の責任じゃなくて、厨房の責任だからだけど、<laughs> それで、なんとかなっかな、みたいな。ので、したら、ゴーちゃん、 ぐらい早くて、この日スケジュール空いてる若手芸人ってなったら、ゴーちゃんが空いてるってことは、ゴーちゃんの、同じお天気のやつ空いてるわけで、エバト。エバトっていうのもまあまあ、こう、早いんです。で、エバト国政も早いんで、エバトとゴーちゃんをエントリーして、ほいで、だってもうゴーちゃんが空いてるってことは、エバトがピンで仕事じてないから、もうそれでエントリーできるかって、その場でもうエントリーしちゃって、 で、あの、忘れてたっちゃ忘れてたし、それでも面白いなと思ったのも面白いと思ったんだけど、<laughs> エバトにそのことを言わないまま。<laughs> <laughs> で、しかも笑っちゃうのが、チーム名、急にこうやってどんどんインターネットでおお募集してんだけどさ、インターネットでさ、第一奏者誰とかこうやって入れてるうちにさ、チーム名って聞かれてさ、チーム名と思って。 お天気って入れてるから、よくわかんない。もう、<laughs> ゴー、エバと、伊集院っていう、お天気、<laughs> ね、お天気っていうチームが出来上がって、で、その、さらにムカつくのが監督が、要は順番に入れていく第一走者ゴーっていう、第二走者エバとって入れようと思ったら、あの、こいつ走んねーんだよ。こいつ走んねえのに、 伊集院さんが全くノーリスクなのはおかしいみたいなこと言い出して、少なくとも、第二走者ぐらいで、何かちょっとこけでもしたら、繰り上げスタートなんじゃねえかみたいなピンチは追うべきだみたいなこと言い出して。<laughs> 俺第二走者、なんかムカつくから、ま、上がって第二走者ってなって。ほいで第三走者、走者エバトでエントリーしたんだけど、3日前ぐらいに、あ、そうだ、いけねえ、エバトに言ってねえと思って、それでエバトに電話かけて、 あのー、日曜日暇だろって言って。ね、あ,あ暇ですけどって言って。で、あの、俺、故郷走るから、一緒に走ってくんねえかなって言ったら、あじゃあ最近走って、あ最近でも全然走ってなくて僕太っちゃってみたいなこと言ってるから、もう,もうダメだよ、ちゃんと走れるよな、と言ったっつって。あの、一周、一周でいいから、って言って。で、そんなに忘れちゃったのかなまあ <laughs> 駅伝の大会にエントリーしてるってことは言わなかった。<laughs> 何時何分に桜田門のとこ来てくれ、としか言わなかったんだよね。 ね今思えば言ってた方がよかったな。<laughs> あの、言ったらあいつおじけづくんじゃねえかとか、言ったら付き合ってくんねえんじゃねえかって思ってたりする分もある。あと、ほら、ここだけの話だけど、お天気っていうのは、ゴーとエヴァとか、まあ、仲悪い。<laughs> まあ、仲が悪いですから、ね、お互いの、 勝ってないんですけど、お互い勝ってはいないんですけども、その仲が悪い、これを機に仲良くなってもらいたいっていう俺の意識もあるから、あのー、まあ、俺が一番楽できる組み合わせで暇が確定してる芸人だから二人呼んだだけなんですけど、ほいでさ、もうちょっと楽しくなっちゃってさ、朝8時10分集合で桜田門にね、来てってって、で、それはゴーにも行って、で、俺も行くじゃんで、行って、俺の中ではもう、 エバトがどんな顔するだろうと思って。エバトにその今日駅伝の大会にエントリーしてるよって言ったらどんな顔するだろうって。ずーっとすごい思ってて。ほいで、まあ、8時半から手続きをして、で、9時からミーティングっていうか開会式みたいのがあって、9時半スタートみたいな。で、8時10分に、あの、呼び出ししてんだけど、ちょっとこうワクワクしてエバトのその顔が、リアクションがすげえ見てぇわと思って。で、 で、ちょっとワクワクしちゃったんで、8時ちょい前ぐらいに着いちゃったんだけど、その、ゴーとエバトは、先輩に誘われてるから、遅刻しちゃいけないと思って、早く来ちゃってるから、早く来ちゃってて。ほいで、ゴーからしてみたら、エバトに、その駅伝のこと言っちゃいけないでしょ、俺がエバト言っちゃいけないし、仲も良くないから、手持ち無沙汰な時間を過ごしてるわけ。で、俺が入ってきて。ほいで、おい、エバトつって、いよいよ。 もう、俺もずーっと迷ってたんだけど、もう我慢できた。どのタイミングで言うかすげえ迷ったら我慢できた。もう会うなり、お前アンカーなって言って。<laughs> アンカーって何すかって言ってね。いや、アンカーってれ今から駅伝の大会だから。駅、ね、伝の大会に、ほら、エントリーしてるって、俺言おうとして忘れてんじゃん,んって。<laughs> で、したらもういいリアクションさえ、<laughs> へえって言うわけ。 ええって言われて、うわ、このリアクションすげえ待ってたわ。勝手に、勝手になんだよ。だって、だってじゃねえんだよ。だってじゃない。だって、そんなこと言う、その、言ってくれないから。言う、も言わない、も先輩の勝手だ。いや、言ってくんないと、言ってくんないとも何も、ただ走るだけでも、走るっていうのは言ってるだけでも、ありがたいと思えよっていう。今から、あのー、みんなで、ガンダムのプラモデル作るって言われてたのに、ね、ジャ,ジャブローのジオラマを作ろうっていう、<laughs> 言われたのにも関わらず、走るんだったら、それは悪いかもしれない。走るって言ってんだから、いいだろう、皇居一緒に走るてっつってんだから、ちょっと気がかかったら、言ってくんないと、俺、家の上に、上野ならあいつね、上野から皇居まで走ってきちゃったっていうのね。<laughs> <laughs> <laughs> 要は、俺のペースで1キロ、それ5キロ走るんだったら、物足りないからと思っちゃったんだろうね。要は、俺に付き合って走るのに5キロだったら、もっと温めとかないとダメだってなっちゃって、上野からも皇居まで 走っっってててきちゃってんだってで、その上、3日前ぐらいに急に言われて、急に体作れって言われてるから、ここ何日か毎日15キロ走っちゃってんだって。<laughs> ヘッドヘトな状態でやってきちゃってさ。<laughs> なんだよ、お前つって。でももう、その、これこれ、こういう、こういう理由だからつって。こういう理由もくそもないんだけど、お前はアンカーだからつって。でもまあ、これも一滴、ランベースなんてもんじゃないね。あの、ジョギング嫌いな人、 駅伝出ないね。<laughs> しかも金払って出るからね。エントリー料5、6000円多分したもん。金払ってまで、あの時間に駅伝出たいくて集まる人たちって、すべて本気だね、全員。あの、やや好きとかじゃないね。超好きの部類だね。ほいでもうさ、 何度かそこの NPO 団体みたいなのが主催してるんだけど、もう何度かの大会やってるらしいの。やってて、その大会ごとに切磋琢磨してるような人たちがいっぱい来てて、ほいでそこの係のお兄さんみたいのが、トランジスタンメガホンみたいので持ちながら、その今からそれ開会式を行いますなんて言うんだけど、もう、俺の知らない世界のことだからさ。なんかわかんないけど、駅伝ギャグみたいになって。公共駅伝ギャグみたいになって、なんか。 あの、ええー、皆さんいろいろしょっち言いますけれども、なんて。あの、ここは公共は、その、皆さんの公共のスペースをお借りしているわけであって、個別に陸上競技場でもないですから、みたいなあ、あの、ことですから。ここから先のその砂利道のところに入ってウォーミングアップなんかしますと、すぐにおまわりさんに連れてきちゃいますよ連れてかれちゃいますよみたいな。もうはい。<laughs> それはよくあることらしいんですよ。 その、つい、その、ウォーミングアップをするのに、広いところに出てしちゃう人多いらしいんだけど、その、皇居のとこで、その、運動とか許されているところでは、見分けはつきにくいけども、ないっていうことで、お前さん注意される。連れてかれちゃわないまでも注意をされる。お前さん飛んできてダメですよって言われちゃうことがよくあるらしくて、ランナー全員笑ってるけど、俺たちチームお天気だけは、ああ、そう。上げ方が、その、語尾の上げ方が面白いやつの上げ方だけど、 みたいな感じになってるし。<laughs> あとね、もっとギャグ入れられるところであんま入れないね。<laughs> あんま入れられないね。なんかわかんないけど、俺、そう、今日は特別に来ていただいてるのが、えっ、ー、と、箱根駅伝、山梨学院大学が優勝した時の箱根駅伝のランナーでもおなじみの何々さんっていう。でいて、なんか、なん,なんだっけ、国体だかオリンピックだかにも 出てますみたいな人が出てきて、ラジオ体操の最初やってくれるんだけど、あそこも多分一旦、えー、皆さんもうご存知ですよね。方眼投げのっていうギャグ絶対あった方がいいよと思うんだけど、<laughs> あんまそこボケねえな、みたいのあの、エバトと二人でずっとダメ出ししてたあそこはボケていいんだよ、とか。で、NPO 団体の偉い人の挨拶を紹介するときに誤解んじゃってる。その人 <laughs>、あそこはダメだよな、偉い人紹介するところは、みたいな。そんなことで、現実から俺逃げてんだ。だって俺の中でメインイベントは、エバトが驚くところで終わってんだもん。走りたくねえんだもん。全然走りたくないのに、エバトがあそこでやっちゃったもんだから、もう全然終わっちゃって。で、もう何より俺をへこましたのは、皇居の、 走ったことある方は分かると思うんですけど、まあ走ったことない方に言っとくと、桜だる門の前っていうのは結構な広場なんですよ。ウォームアップもできるし、で、そこがスタートゴールと、その、バトンタッチの場所になってるんですけど、そこからいわゆる皇居の外周に出るところの道っていうのは、歩道、普通の歩道だから一気に細くなる。だ要は、スタートして、まあ300メートルもない、200メートルが行ったところから急に細くなるから、そこが混雑しちゃう。でしょだそしたら、それを防ぐためにも、そのー、 自己申告でいいですから、自分が大体どれぐらいのペースなのかって言っていただいて、ペースの早い人順に並んでいけば、それたちは早い、渋滞しなくて済むから、そうしましょうみたいな話になって。で、そのトランジスタンメガホン持ってる人が一番最初に、えー、それでは高級一周5キロ、20分切る方っていうのね。さあ、それもうね、チ、何チームあった全部で。チーム自体は、 50チームぐらいだから、要はスタートラインに50人ぐらいいるわけじゃん。要は50人集まってる中で、えー、こんなこと、で合計1周5キロ、10分、えー、20分切ることー、って言ったらもうそん中で10人ぐらいもう手を挙げちゃってるのね。それ <laughs> で、えー、それでは19分のこと、18分のこと、17分のことってやってるわけ。た17分ぐらいの、の、ではいけるかもってやつから、これ並んでくじゃん。で、その後、じゃあ、えー、続いて20分のこと、みたいなの言ってって。 それで、うちのトップランナーのゴーちゃんが26分の方じゃ要は26分の方なんだけど、26分の方はゴーちゃんだけ。で、26分の方で異常、以上っていう感じでもう始まっちゃうじゃん。俺35分の方、36分の方だから、<laughs> え、これガ中ね三36分の方、全くガ中ねえ状態で、それスタートって始まっちゃ,うゃ、えー、ってええ降りる降りる降りるって思っちゃってるよ。もう。 始まっちゃってんだよ。これでもうみんなバンバン走ってくるしさ、ゴーもゴーでなんか張り切っちゃってるしさ、もう冗談じゃない。ほら、俺もペース配分が、<laughs> 全然、月曜駅伝の時もできなかったけど、もう全くペース配分ができてない。 今さ、喋ってる途中に思い出してさ、汚ねえなと思ったこと一個あるんだけどさ、こいつ来てんだよ、こいつ見に来てんだよ、<laughs> 渡辺監督見に来てんだよ、ずっと、ちょ変な話、ただただただ茶化しに来てんだよ、最初から最後まで、お前、いけんじゃん、全然。 え、要は、こいつ日曜サンデーの入り時間って午後っていうか午後1ぐらいだから、昼まで入ればいいんだろあれ。11時過ぎぐらいに入ればいいの全然いけんじゃん。だって終わったのその時間。そうだよ。こいつ最初から最後までわかんねいけど、走っててよくやったとか言ってたもんなもんか。よくやったじゃねえよ。お前、な、なんだよ。 でもなんかね、その、もう自分の中ですげえ思ったのは、ああ、もしかしたら自分の売れない理由の一個だったりとかもすんだなとも思いながらも、やっぱりね、ボケらんないね。<laughs> 結局そのエバトと一緒に、なんかそのエバトに、なんかちょっと突っ込みどころとか、こんな風にボケたら面白いみたいなことは言えても、 結局のところ、例えば、バトンタッチの時に逆走ってっちゃうギャグとかあんじゃん。思いつくよ !100 万目思いつくよなんなら。みんなが待ってて、その桜田門っていうところからバトンタッチのゾーンまで、もう、要するに、皇居の周りぐるって回って、今度橋を渡って桜田門とかちゃんとじゃ門をくぐって、えー、直角に曲がって最後の直線に来るから、そこは入ってくるまで見えないから、 あの、来た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 ーってみんなが言ってる時に、俺がセグウェイで来ちゃうって手もできますよ。なん <laughs> ならそのギャグのためにセグウェイを買うことも、うん、いいですよ、ギャグとしては。でもやっぱりなんかね、本当に大事にしてる人しかいないじゃん、要は。逆に。いないから、そこを俺たちが、茶化かすのはなしだってちょっと思っちゃうんだよね。いっぱい思いついて走ってる間。150種類ぐらいの、 あのー、やつで、みんなが見てる前ではダメなら、なんならだけど、竹橋から桜田門まで地下鉄乗るっていう手もあると思って、それも面白いと思ったけど、それをギャグじゃなくて不正と思われた時の。不正だけどね。<laughs> 完全に不正だけど、そのことにも、あの、うん、何も言えないから、すげえ真面目に走ったりとかして。まあ、またさ、ゴーがさ、ゴーちゃんは、そう何度か走ってるから、 まあいろいろ前世紀に比べたら体力持ちたりとか、足を痛めたりとか、ペース配分が分かんなかったりとかして、まあ26分で帰ってくれば同じぐらいにまあ思ってるわけですよ。なのにゴーちゃん必死な顔で24分04で帰ってたんですよ。ねえ、でもう,うわ、こいつすげえなと思って。でも、その、助けを受け取る時にいろんなギャグある、あるんだよね。あの、俺たまたまその時の、もし、 助けを渡すってつな繋ぐっていうのは形としてやりたいんだけど、タスっていうものを自分で用意するもんなのか、大会が貸してくれるもんなのか知らないの。で、まあいろんな大会あるんだろうけど、それは大会側が貸してくれるものだったんだけど、その貸してくれなかったらのために俺タスキ持ってたの、ね、自分でね。で、ゴー君が助け持ってきたら、大丈夫だよ俺あるからってやるとかも考えたんだけど、す <laughs> もうそれ、もうこう、そこではボケらんねえなってあって。 ゴーちゃんに助けもらって走り出すんだけど、あのなんか、せっかく走っていろんなそこで見聞きしたものとかを、もうこっちにしてみりゃ、うわぁ、月曜喋れるって意識もあるから。でも逆に言えば、それが押して、あ、ケツ押してくんないと、女もん参加できないとこあるから。で、その、いつもはヘッドホンしてんだけど、そのヘッドホンとかして、こう、音楽なんか聴いてって、 でもうダメだと思うから、なんもなしで、時計もつけずにこうやって走り出したら、もうペースがわかんない。いつもそのペースメーカーをずっとつけてるから、それもね、自分がスポーツマンで、これぐらいの疲れだったらこれぐらいとか、自分はスポーツマンの精神力と冷静さを持ってて、この運動はこれぐらいの強さで、自分がこれぐらい息上がってるとしたらこうだ、みたいな理屈がないから、どんなペースで走ってても超きついから。だからそれが、 45分で走ってようが、この間のそのランベースの35分50秒であろうがきついから、今きついよ。それはその5、もうすでにもらった時点できついけど、このきつさが今何分のきつさなのかわかんない。多分、鍛えてる人たちはたい自分がこういう感じで走ってはこれぐらいがわかるんだろうけど、全然わかんないし、今何キロも機械がいつも 今何キロですを言ってくれるからわかるけど、何もわかんない。いつもどれぐらいの地点でどう言われてたかなんか全然わかんねえから、俺どうすればいいのかもう、ちっともわかんなくなっちゃって。で、そのうち、ここで、この、リタイアする方向のボケなんだみたいな、やつとかもう思い始めんだ。<laughs> いや、それはダメなんじゃねえかとかなってきたり、急にテンションが、ちょうどね、皇居って、 その桜田門ってところが走り出して、まあ大手町の方を通っていくと、竹橋っていうところからちょっと坂上り坂になるんです。そこまでずっと平坦な上り坂になってくるで,でその上り坂のところを、もう、俺山の神って言いながら走るんですけど、うん、まあこう場合としては一度ぐらい。<laughs> 多分別に何の山の神でもない。<laughs> そのあたりで変なテンションになってきて、ちょっとこう、ゴーちゃんが繋いでくれたたすきを、今エバトが待っているっていう。うん 俺の帰りを待っている。元歌がないんだよ。これ元の歌がない。オリジナルソングのやつだよ。ね。渡たおひげに絡みつくと同じだよ。それのこうこうトーンでなんか一気に燃えちゃったりとか、その後急にこう周りに走ってる人たちに対して、周りの人たちは走るのが好きでやってるのに、俺と来たらなんだと。大嫌いだと。 走るのが大嫌いなのにやってるとか、あとまた新しい、新しいギャグを思いついたりとか、ね。あの、そんなのしながらこうずっと走ってくるわけ。でもやっぱ最後の最後に、うまい、その桜田モンスターと桜田モンゴールっていうのはいい組み方だなと思うのは、最初平坦で、それきつい登り坂いっぱいあった後、今度やっぱり元に戻ってくるから、下りになるわけ。で、最後は、目指す桜田モンがかなり前から下り坂の向こうに見えてくるから、頑張ろうってう気が結構起きる。 から、えー、っとー、MX テレビってところの前がちょうど坂の頂点なんですよ。で、MX テレビの前に、ああ、昔 MX テレビでレギュラーやってたなーって。ああ、そうや、レギュラーやってるときに、MX テレビの帰りに半蔵門線の出口でシェリーと会って、あの頃、全然売れてなかったけどなすげえな、シェリーと思いながら、で、あのー、下り坂こうやって走ってきてさ。で、こっちはもう、もう、 わけわかんない。今何分なのかもわかんない。途中時計ないよね。その、沿道に全く時計がないから、今が何分なのかも自分のペースが何なのかも全然わかんなくて、どんどん恐怖感で、これ俺もうすでに繰り上げスタート、まさかのゴーちゃんの貯金の16分を使って56分経ってるってことはねえかとか思い出したりとかして、やばい これはエバトにちゃんとつな、つながないといけないな、みたいな。うわーって走り始めて。エバト、俺を待っててくれっていう。思いながら、ブワーって走ってって。で、最後、その桜田門を越えて曲がったところで、最後まで見えないから、そのゴールスタートのところ。桜田門は見えるけど、ゴールスタート地点は見えないから、桜田門をくぐってパッて見たら、 俺が来ると思ってないエバトとゴーが無駄話をしてるっていう。全く俺を見てないという。で、俺はすでに自分の最高記録だった35分55分を大きく上回る33分フラットで帰ってきてるっていう状況だから、あいつら俺が、はい、もう絶対もう死んでると思ってて、お葬式どうするみたいな、その話で盛り上がってて、俺が来てるのにも関わらず全然、ああ、セグイ乗ってくればよかった。あーあ、セグイ乗ってくればよかったと思いながら、 帰って、エバトに渡して、ほいで、エバトが走ってって、で、もう、俺からしてみたら、俺の、最初のクライマックスはエバトが驚くところじゃん。で、二度目のクライマックスは俺の義務を果たすところだよね。で,で、俺の新記録も出てるじゃんか。ほいで,で、その日ちょっと雨も降りそうだったし、昨日雨も降りそうだったし、終わっても自分の中ではもう満足感でいっぱいだから。 早くドトールに行こうっていう。俺の中でもうドトール。エバト誰っていう。俺はもう帰っちゃうっていうんで全然いいと思ってるんですけど、なんかわかんないけど、エバトと何か知ってる仲なのかわかんないけど、ゴー君が帰りたくないと。エバトが帰るまで見届けなきゃいけない、見届けなきゃいけないっつって、なんか付き合わされる。なんなん勝手にあいつが体鍛えたくて走ってるやつに付き合わされなきゃねえな。なんで。 俺は終わってんだ俺が終わってんだあいつ待つことはねえだろうと思いながら、あね、行ったら、まあ、エヴァトも。エヴァトも、その最近やって、えっ、ー、と、大よく頑張って26分ぐらいだな、みたいな二、ね、26分か27分ぐらいで、しかも、毎日のように15キロ走っちゃってる疲労と、今日 <laughs> 上野から後期まで走っちゃったばっかっていう疲労があるから、ダメそうだったんだけど、帰ってきたら24分台で帰った。まあ、ほら、大嫌いなゴーに負けたくないってあるから。<laughs> あの、殺してやりたいゴーリだけは絶対負けたくないっていうのがあるから、で、ゴーはゴーで途中で、もう隙あらばね、あのー、足払いを仕掛けて、掘り落としてやろうと思いながら、ね、見てる方待つだと、あれ、帰ってきたところで足払いで、多分両足を粉砕骨折させようって思ってたから、俺が帰るの嫌がったんだと思うんだよね。バートも24分台で帰ってきて。んで、まあ、なんとか、あとりあえず、駅伝終わったなと思ったら、この、渡辺監督が、次のエントリー、 次エントリーするからみたいなこと言い出して、知らねえよ、そんなのと。こっち側じゃ、もう、ギャグとしても全部終わってるし。で、いてもその段階で渡辺次、どこ、どこ走りますどの駅伝いろんな大会ありますから、あの、皇居だけじゃなくて、次どこ行きますっってる時に、思わず出そうになった声が、走んのなんか大嫌いだかんね、バーガー思ったんだけど、周りにすげえ人いる。大好きな人いるから、もう全然言えない状態で。あと、俺たちが思ったのは、 閉会式の盛大なやつがあった場合、で、こっち側も照れくさいし、帰りたいんだけど、閉会式みたいなのが盛大に行われたる場合に、いないっていうのもちょっと感じ悪いなと思って、おい、順医に出てるよみたいな空気もちょっとあったから、悪いなと思って待ってたら、正解式はないけど、あの、参加者の数よりちょっと多く用意してたドリンクをジャンケンで買った人がもらえるってやつですよ。<laughs> やっててじゃあ、それはいいかつって <laughs>、それはいいかつって帰りましたけど。まあ、ただなんだろうね、その、やったことないことをやるっていう、まあ、面白さは、まあ、まあ、あったね。で、またやるかどうかはわかんないですけど、渡辺監督は次のレースのスケジュールを組み始めますから、予後不良で死んじゃうからね。